ベクトロイドはアメリカの音楽家である。2010年に現れた音楽ジャンルであるベーパーウェーブの創始者の一人である。幼い頃にデジタルアートの制作を開始し、12歳であった2004年に初めて音楽制作に触れた。インターネットにアップロードされた音声ファイルの公開日から、早くも13歳の2005年にはイドム系の作品公開を開始している。 両親は音楽を好んでいたが、制作手法に詳しいわけではなく、当時流行っていたダンスダンスレボリューションのようなゲーム音楽の切り張りで、コンピューターであらゆる音を試しながら、手探りで音楽制作を続けた。バンドキャンプのインタビューでも、ペーパーウェーブ以前の時代から、各ジャンルの枠の狭さを自覚し、ジャンルを超えた音楽を試行していたと答えている通り、次第に、 雑多なサンプリングを多用して音楽制作を行う方向性に切り替えていった。2010年代に入り、マッキントッシュプラス、エイソシー不在、情報デスクバーチャル、レーザーディスクビジョンズなど、複数の名義で1980年代の音楽をサンプリングした作品を多数発表した。特に2011年にマッキントッシュプラス名義で発表したフローラルショッピーは強烈な 懐かしさとポップさを兼ね備えており、世界的な注目を集め、フォロワーが次々と現れた。2010年代に発表したその他の作品ものを気並み高く評価されており、現在ではベーパーウェーブの草分けとして最重要人物の一人に数えられている。2018年6月には、ブラジルの音楽イベントクスポーニバルに参加し、ライブを観光するとともに、 ブラジルのメディアイヘイトフラッシュにも登場した。インタビューにおいてメディア露出を好まない理由としては私の場合そんなに難しいことじゃありません。ずっと自分の認めが好きじゃなかったし自分の写真を表にさらけ出したいとは思わなかったから、電子音楽は私の用紙とは関係ないところに人々の関心を寄せるためのツールだと思ってきました。 だけど、業界のロジックはその正反対にあります。私にとっては、それが不快なんです。結論、私という人間は、スタジオにこもって、カメラの後ろで仕事をしたい、タイプの人なんです。これからも、そうしていきたいと、ますます、そんな気持ちになっていっています。と答えている。シングル &EP シングル &EP ディスクレナイトシグナルズトリネティシングル EP コンピレーションハロー 1&2 フラクトルサックブロッサムファクトミックス619アイズ、シングル &EPS2 NTDRV アイソドモスイス2プラス2ドリームキャッスルメディア露出を避ける傾向にあるため本人へのインタビュー記事は非常に貴重なものとなっているベクターズオブベクトロイドベイパーウェーブ過去ではなく未来にベクトロイドインタビューありがとうございます